はい、じゃあ今日は、グレード試験ですね、左足80、これをやっていきたいと思います、テンポは80です、これは YouTube の動画を、撮って、送りますので、はい、いつでも見れるようになってます。はい、じゃあ80このテンポです。じゃあ早速やっていきます。1、2、3、4、まず4本です。さらに8本で1、2、3、で16本です。2、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 
8文符です。で、16文符です。で、最後8文符で終わりです。はい、ここですね。じゃあちょっと解説していきます。まず、全部やるっていうことを想定すると、まず右手と右足です。これが1枚です。で、次、右手と両足。4文符は比較的こうやりやすいです。右足、両足、右足、両足、右足、両足、そうです、右足、両足、はい、まずそうですね、ここから始めてみるといいかなと思います。で、次、8文符、8文符、この中で一番難しいって方が多いんですけども、まず右手と右足を叩いて、左手だけ。これ、一つのパターンです。右手と右足、左だけ。で、次は、右手と両足。で、左だけ。この繰り返しになります。右手と右足、左だけ。右手と両足、左だけ。で、右手と右足、左だけ。右手と両足、左だけ。はい。なので、これ2回すると1小節、まあ4回分になるので、はい、ここまで頑張っていただければ大丈夫です。で、最後、16分音符ですね。16分音符は、まあ、おにぎりで計算していって、まあ、考えていって、まず右足おにぎり。おにぎり。で、次、両足おにぎり。この繰り返しです。右足おにぎり、両足おにぎり、右足おにぎり、両足おにぎりっていう、右足で両足おにぎりってするとやりやすくなります。はい、解説は以上となります。